これは手羽先？犬の秘密基地ナウ始まるよ。お泊まり三軒さん、元気に起床しました。どうも、犬の秘密基地です。というわけで、お泊まりだったカニヘンダックスのルナちゃんとトイプードルのロイくん、そして後ろにいるのはボストンテリアのメちゃんです。トイプードルのロイくんは早速おやつを食べちゃいます。朝食後のデザートといった感じでしょうか。まだまだおやつは別腹なので、どんどん食べちゃうロイくん。ルーさんもすごく欲しそうな顔してます。おやつを食べたら早速寝てしまっているロイくん、もうぐっすりですね。梅ちゃんはマイベッドの上でゆっくりしています。ではルナちゃんにもおやつあげます。おやつをあげていると、さっきまで寝ていたロイくん起きてきました。まだまだおやつが食べ足りないといった感じでしょうかね。おやつがなくなるとやっぱり寝入ってしまうロイくん。今日の添い寝相手はチワワのフーさんです。ふうさんもだらけてますね。ん？これは手羽先？かと思ったらトイプードルのロイくんでした。マイベッドから出て新しい場所にたどり着いた梅ちゃん。こちらも居心地良さそうですね。そして今日初めて来ましたポメラニアンのラテくんですね。早速フーさんと並んでいます。ラテくん、歓迎されているのか、みんなからちょっと囲まれ気味になっています。そこにボストンテリアの梅ちゃんもやってきました。ボストンテリアの梅ちゃんもポメラニアンラテくんにご挨拶済みましたかね。ラテくんは初めてなので少し緊張している様子がありますかね。緊張してまーふん。私もふん。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。